はい始まりました給与明細チャンネルです毎日投稿しているのでチャンネル登録高評価よろしくお願いします今回はダクト校生社員1年目の方の給与明細書をいただきましたで、仕事内容はダクト校として働いているそうです仕事に必要な資格やスキルは特になし月の勤務時間が160時間収入が月収30万仕事に対する不満がしんどい 仕事に対するやりがいが完成した時となっています。で給与明細ですえー、っと基本給が24日分の出勤で33万6千円で夜間手当が1万4千円で何て書いてあるんですかねなんかよくわかんない手当が6千円について総支給が35万6千円。 で工場などは引かれていません今回はこれで終わりますチャンネル登録よろしくお願いします